ポンちゃんおはよう。ポンちゃん、ポンちゃんおはよう。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ちゃんくんおはよう。ちょっと今からパパさんはご飯を食べに行ってきます。ママはここに残ります。そして戻ってきたらママはご飯を食べに行きます。そして今日はですね、バーバーが、コロナワクチン5回目接種、5回目かよっていうやつを受けに行くため、本来今までは夫婦で一応付き添いみたいにしてね、行って帰り、まあ大丈夫かだけ確認してたんですが、今日はパパだけ行ってきます。チャリに乗って行ってきます。さて、2時に家を出なきゃいけないので、自転車のタイヤの空気をですねちゃんとチェックして入れてから行こうと思うので、そろそろ準備します。ジャン君、ポンちゃん、今ママさん呼んでくるからね、お願いしときますよ。はい、今ですね自転車に乗って、片道3キロくらいかな、3、4キロのところ、坂道上り坂をですね登ろうとしているところです。母のコロナのワクチン接種の、前後を固める形の護衛ですかねという意味合いですが、本当のことを言うと2時から、その場所で、オープンマイクがあって、それに出る予定だったんですが、雨による中止と昨日決定して、でも実は今出演時間になっています。曇りです。スタート。イチョウが綺麗、いい感じ。行ってきます。さあ、目的地に着きましたが、ここからこの公園の中をですね自転車を押して進んでいきます。昨日の、雨天中止という連絡があった噴水公園というのは多分ここのことだと思われます。さて、ここが会場です。まだ来てないかな、外で待つことになります。じゃあ、ただいま帰りました。なんちゅう格好で寝とるんですか。なんか一瞬誰もいなくなった時も泣いてなかったらしいね、うん、そしてママがいたからずっと寝てたね。よし、ジャン君の位置はまだ変わりません。過去に何があったのかは全然わからないんですけれども、保護された時からこういう状態だったようですよ。まず人とうまくやっていこうとか、慣れようという気持ちは全くないですね。目が合うだけでまずシャアです。
ちょっとまたたびを使って卑怯な手口ではありますが、自分から近づいてくるということですね。またたびにつられてですが、自分から望んできたというところになります。神の手と言われているマオイママの手、その続きということで、まあ真似をしているんですが、見てくださいこの顔。ジャン君、というわけでですね、少しずつ少しずつ、体に触ること、これはマオイママの手ですね。頭を触れるようになってます。だいたい先に、道を開いてくれて、その後クロケンパパは追うというスタイルですね。これクロケンです。今帰りました。ポンちゃん、ポンちゃん、ただいま。ジャン君は、ちゃんと寝てたね。よし。泣いた君たち。泣かずに待ってた。よいしょ。はい。このカメラは。何を映しているでしょうか。ただいま。ジャン君、夜遅くなってもう12時なのに今から元気かい。ジャン君、ちょっと洋服脱ぎっぱなしでごめんよ。寝る？いいよ、寝てる。もう寝よっか。疲れてたよ。